という時に使える防災グッズ8選。今回はライラクスオフィシャルサイトで取り扱っているいざという時に役立つアイテムを紹介するのだ。ライラクスの釣り具、アウトドア用品を扱うブランドドレスのアイテムも紹介しているので最後までしっかり見てほしいのだ。その1、雨の日でも安心のリュック。ドレス、防水リュック。今お手持ちの防災リュックに防水性能はありますか？そうでなければ雨が降っていた場合に中身が濡れてしまいとても困ってしまうのだ。このリュックは雨や汚れに強いタープリン生地を採用した防水仕様のリュックなのだ。開口部は水が入りにくいロールトック仕様で荷物の出し入れがしやすい構造になっているのだ。夜間の移動時の安全性を高めるため前後にリフレクターもついているのだ。その2、かさばりやすく置き場に困るものの収納、持ち運びに。ドレス、防水キャリーカーゴ、ミニ、蓋付き。約36リットル分の荷物を持ち運べる防水の EVA 素材を採用した収納アイテムなのだ。左右に取っ手と取り外しができるショルダーベルトもついているので、たくさんの荷物を持ち運ぶ場合にはこちらがおすすめなのだ。ファスナーで閉じれる蓋がついているので雨で中身が濡れるのを防ぐこともできるのだ。その3、着替えや濡れてほしくないものの持ち運びに。ドレス、防水トートバッグ。バッグの口を大きく開くことができる荷物の出し入れがしやすいバッグなのだ。水の侵入を防ぐ縫い目のない溶着加工仕様となっており、開口部をくるくると丸めてバックルで留めておけば雨や汚れの侵入を防ぐことができるのだ。肩掛けもできるロングハンドルタイプなのでたくさん入れた状態でも持ち運びやすいのだ。 S サイズは約22リットル、 M サイズは約40リットル、 L サイズは約65リットル収納できるのだ。普段使いがしやすいのも魅力的なのだ。その4、常に持ち歩ける小さな安心、オーライト、アイミニ2。夜間の移動時や緊急時には光源の確保が先決なのだ。アイミニ2は誰もが必ず持ち歩く鍵などにつけられる小型のキーホルダーライトなのだ。丈夫なアルミボディと IPX6 の防水性を備えているこのライトは親指程度の大きさなのに最大50ルーメンの明るさと照射距離が約21メートルもあるので周囲を照らしたり自分の居場所を教えるためにもおすすめなのだ。 USB で充電できるので手持ちのモバイルバッテリーなどでいつでも充電ができるのだ。その後、ハンズフリーで使えるタフなライト、オーライト、フェルンツ、ミニ。手に収まるほどの小型なライト、しかしその実力は侮れない。 SOS モードや赤色 LED も搭載しているだけでなく最大1100ルーメンと驚くほどの出力を有しており、真っ暗な場所を歩く際も安心なのだ。付属のヘッドバンドに装着することでヘッドライトとして使うことができるため両手を自由な状態にすることができるのだ。オーライトには他にもいざという時に使えるライトがたくさんあるので概要欄からぜひともチェックしてほしいのだ。その6、火の確保にはこれ、外、スライドガストーチ。地震などで孤立してしまった場合、屋外で野宿するシチュエーションも考えられるのだ。そんな時には火の確保が先決なのだ。スライドガストーチは風で簡単に消えてしまう通常のライターとは異なり、強力な耐風バーナーになっているので着火時の手間が少ないのだ。燃料は充填式でカセットガスから補充することもできるのだ。その7、湯沸かしや数人分の料理に。外、リフレーターストーブ。外気温25度から5度と低い環境下でも常に一定の火力を発揮する小型のガスコンロなのだ。連続使用によるドロップダウンの影響を受けにくいのも魅力的。万が一の時には温かいもので心も温めてほしいのだ。その8、過酷な環境下での電源確保に。ダークエナジーポセイドンプロ。過酷なサバイバル生活の状態となっても電源の確保は欠かせないのだ。ポセイドンプロはアメリカ陸軍や FBI も採用するモバイルバッテリーなのだ。 IP68 準拠の防水防塵性能と動作温度もマイナス20度から60度と他にはない基本性能を誇るのだ。衝撃にも滅法強く、バッテリーにとって大敵である極端な温度差による電力消失も少ない、まさに最強のモバイルバッテリーなのだ。いかがだったでしょうか。紹介したアイテムはライラクスのオフィシャルサイトで買うことができるのでぜひチェックしてほしいのだ。最後に、あなたがお使いのミリタリー関連のアイテムでおすすめの防災グッズとしても使えるものがあれば
ひコメントで教えてほしいのだ。